から水やりをしなくてもある程度は大丈夫な環境を整えてあげるのってすごく大事だと思います。だからそのためにはやっぱり、こんにちは。トロピカルガーデンです。めちゃくちゃ今日蒸し暑い ね。何もしていなくても汗が吹き出してくる。そうなんだよ。今日はきっともう暑くてやばいだろうと思ってハウス来れなくて、誰かが一緒にいるときはまだハウス行ってもいいんだけど、一人でハウスいるってすっごい危険な、ちょっと危険だよね。何かあったときね、結構無理しちゃうんだよね、一人だとね。皆さんもそうだと思うんだけど、一人で多肉こう外でね、多肉チェックとかしてるとき本当に気をつけてください、ね、こんだけ暑いとやばいよね、明日なんかこの辺40度予報になってるからね、気をつけてください。気をつけましょう、ね、2代目にも言ってる、もうハウス暑い日行かないで、結構一人でね、黙々とやりだすからね。そうなんだよ、土日も関係なく普通に作業してるから、暑い日だけは本当に行かないでって言って。一人じゃね、危ないよね、なんかあった時 ね、気づいてあげられる人がいないとね。そうなんだよ、そうね、そんなことで十分注意してください、ね。で、本当は今日自分の予定では水やりをし、昨日から水やりをしようと思ったんだけど暑くてやばいなと思って、植物たちがね、自分は暑いのはね全然平気だけど、我慢すればいいだけだからいいんだけど、次の日やっぱり高温になってしまって蒸れてしまうのが一番ね悲しくなってしまうので、そういう時は無理に水やりをせずに、あげられるタイミングって必ず来るので、やっぱりちょっと気温が下がる時って来るんだよね、そういう時にやってあげればいいと思うので、それ以外の時はね無理をさせず、だから水やりをしなくてもある程度は大丈夫な環境を整えてあげるのってすごく大事だと思います。だからそのためにはやっぱり遮光ネット、しっかり遮光してあげる。夏の間徒長させちゃってもしょうがないっていうぐらいの木で、もう仕方ない、夏は徒長させちゃっても仕方ないって思えるぐらいの感じで、蒸らすよりはマシと思うんですね。そう、でやっぱり株元からね溶けてしまって気づかずにね、見られずに気づかずにダメになっちゃった時が一番悲しいので、それだったら水やりをしなくても大丈夫な環境っていうのは、全く水やりしないっていうのはちょっと危険だと思うんだけど、ね、例えば今週はできなかった、でも来週やればいいやみたいなぐらいの余裕を持たせたね。そう、そのためにはやっぱり自分の中で大切なことって、しっかりそういう環境にしてあげるっていうのは、遮光をしっかりかけてあげるとか、風をしっかり通してあげるとか、あまりにもね植物から植物本体がカラッカラにならないような環境を作ってあげてください、ね。自分では庭の環境では多肉はちょっと 今の現状ね、ワンコちゃんたちがいるので置けないんだけど、やっぱりこう観葉植物なんかは室内に置くよりも屋外でね、直射日光はダメだけど置いてあげた方がすっごい元気になるんだよね、やっぱりこの時期ぐらい、梅雨、春の終わりから梅雨、秋の始まりぐらいまでは、10月だいたい自分の中で10月本当頭には全部室内に取り込まなくちゃなんだけど、それまではね屋外に観葉植物、モンステラとかもそうだし、出しておいてあげた方がすっごい元気になります、ただ遮光をしっかりしてあげないと真っ黒になっちゃうから、しっかり遮光はしてあげると、やっぱりそれなりに元気にすごく育ってくれるので、本当にこう幹自体がすごく元気になるんだよね。だからやっぱりね、屋外でしっかり遮光してあげて、外の空気に当ててあげるのって大切だなってすごく思いました、で、ちょっと前にさ、お家の花壇に星の王子様とか、マッコスとかいろいろ植えたでしょ。でやっぱりこのハウスの中の星の王子と花壇に植えた星の王子の違いが全然違って、ここで同じく育ったものを花壇と、ここでまだ引き続き育ててるもので、見た目の変化がやっぱりねすごくパツンパツンで、実が締まってて可愛かったです、やっぱりハウスの中でしっかり遮光はしてるけど、雨風はね避けられるけど、やっぱりね屋外の軒下とかでもそうだけど、環境ってすごくいいんだろうなってすごく思いました、ね、程よく雨水が直接当たらなくても、他のところからちょっと水がじんわりきてるんだろうな、地面だけこうね水吸ってたりね、いい環境なんだなってすごく思いました、はい、ね、ただ直射日光だけは十分に気をつけてください、はい、でこのハウスの中はいつも言ってるように、屋外よりもすっごく乾燥します。で
屋外の環境でこの数を育てるのは無理なんだけど、屋外の環境に時々してあげられたらすっごい綺麗になるんだろうなってすごく。これさ、ハウス、栽培始めて当初からさ、窓が一気に全部こう、ルリア窓じゃない、屋根が全部開けられたらいいなって思ったこと何度もあったよね。時々、ほんと1時間とかでもいいから開けられたらすっごい違うんだろうなって、それすごく今も思います。全部ね。ね、花壇のやっぱ多肉を見てるとそれをすごく感じます。ね。で、やっぱりハウスの中にいるとね、こう極端に乾燥して、あまりにも極度に乾燥しすぎてしまうと、やっぱり貝殻虫がついてしまったりとか、どこから発生してくるんだろうって思うぐらい、ね、時々出てくることもあります、うん、で、このハウスの中で育ててて一番すごく不思議に思うのが、こんな感じで葉っぱの途中がこうやって枯れていくんだよね、うん、こういうところ、今映ってるここなんだけど、これ枯葉の処理もしてないので下葉が枯葉もすごいです。で、こう突然葉っぱが1枚だけ途中で枯れてしまう現象って結構あるんだよね、うん、で、夏が多い気がします、自分の中ではね、うん、やっぱりこう枯れ始めの葉っぱとか見ると、特に虫にやられてるとかそういうんじゃないんだよね、うん、よく花芽が出るときって、うん、ちょっと花芽で再現するとこんな感じで、花芽が出るときで、花芽のこの周辺の葉っぱ、うん、本当に前後左右の葉っぱって、上下左右の葉っぱってすごく枯れ込みやすいです、うん、それっていうのはやっぱり花芽が葉っぱをここ圧迫してギューッと押して、やっぱりこう押されて腐ってしまうっていうのと、あとはね、栄養を葉っぱから、その周辺の葉っぱから取ってるっていうのはすごくあると思います、うん、ね、そんな風にして花芽が出る大型の今ね、エケベリアとかそういうものはそういう風にして途中の葉っぱがなりやすいんですが、そうじゃなく普通のエケベリア、花芽が出てるわけじゃなくなるものもやっぱりあります、うん、で、自分でいつもこの葉っぱを枯れてしまってね、こうやって抜いて見てみるんだけど、うん、だいたい抜いて見てみると原因が分かります、うん、だからこれなんかに関しては、例えばね、ダニがついてるとこの葉っぱがツン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 ってシャーペンでついたような黒い点がたくさんできます、はい、で、そういう見た目も何もないんだよね、うん、で、ちょっともう少し見てみます。で、根元に虫がついてる様子もない、うん、で、これってね、一時的なストレスでなることすっごく多いと思います、うん、で、この枯れかけの葉っぱを見てみると葉先がちょっと枯れてる、やっぱり水分不足、うん、で、こう下葉から枯れてってくれればいいんだけど、なぜか直射日光がここだけ当たってたのか、でもその周辺の他の多肉植物はこういう風になってないんだよね、うん、だから極端な暑さによるストレスもあるのかなと思います、はい、で、必ずこうやって途中の葉っぱがこういう風に枯れてた場合ね、うん、ちょっと見てみて、しっかり見てみて、虫がいないか、貝殻虫がいないか、大概ね、こういう風になってる時は虫がいたりとかダニがいたりするわけなんだけど、やっぱり何もなってないんだよね、うん、で、その周辺の葉っぱ引っ張ったり触ったりしても取れないっていうことは、病気とか虫じゃないっていうのがよくわかります、はい、結構ね、貝殻虫とかだったりすると、やっぱりこう付け根に貝殻虫、ダンゴムシの超ちっちゃい白いものがついてたりします。あと綿状のものがついてたりとか、本当にその枯れ取るとこう綿状のがついてきてるんですよね。そうで、一応ね、念のため下葉もちょっとこうやって取ってみて、下葉にも特に何か虫がついてる様子はない、何にもないです。ってことはやっぱ虫じゃなくて、突然こうやって途中の葉っぱが枯れるってストレスすごくあります、うん、なのでそういう株はね、無理をさせないで、ちょっと環境がきつかったのかもしれないなと思う、考えてあげてね、少しね、もう少しだけ条件がいいって言ったらあれだけど、他の子よりも、過酷じゃない場所に移動させてあげると、そういう症状が収まってくると思います。で、去年もすごくこれ多く発生したなっていうのが、ダニって思うような症状なんだけど、前にもお話したんですが、ダニじゃないんだよね、本当に極度の暑さ、のストレスによってダニにやられたような黒い点が全体的に出てきてしまうっていう症状がすごく多く出ました。ただね、ダニの症状とは違って、なんかね、全体的に黒い点が出てくるような症状がすごくありました、うん、ね、で、なんかの病気なのかなとかいろいろあれしたんだけど、鋼先生となんかそのお話をやったんだよね、うん、で、やっぱ暑さによるストレスじゃないかっていうね、ことで話
ちがなったんだけど、ね、虫とかだったりすると他の植物にもやっぱりダニとかだと一気に散らばっていきます、うん、例えばトレイの中でこれが1個ダニにやられたとすると他の植物にも本当にあっという間に飛んでって、ダニがね、ダニってすっごい早いんだよね動くの、うん、見たことあるでしょ。俺ないんだよ、あの、ね、聞いたことしかない。自分で昔にこうやって見てて、あ、これダニにやられてるなと思ってこうやってバーって見てたらすっごい早いんだよ。サササって本当に動いてって見えるんだけど、うん、本当に目視でも確認できるぐらいの大きさなので、見てるとサササって走っていくんだよね。あのすごい速さで移動していくので、ダニって雲だよ、雲の仲間だよ、確かダニってね、うん、雲の仲間だと思うんだけど、すごい速いから、うん、本当はそんな気づかないんだけど、よーく見てると動くのが分かります、いたりするとね、うん、なのでそんな速さでどん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 飛んでいくから、あっという間に広がっていってしまいますね。この時期でももしダニを見つけた場合でもね、暑すぎるのであんまり活動的ではないんだけど、やっぱりこう葉の裏とか株元とか、うん、涼しいところでトレイのちょっと隙間とかで潜んでいます、うん、なのでもしねこの時期でもちょっとダニが見受けられてやられてる様子が見受けられたら薬剤散布しちゃって大丈夫です、うん、ただ薬剤散布するときに一個だけ注意してもらいたいのは、これだけ高温な日が続いてるとやっぱり薬害ってすごく出やすいです、うん、でもね、薬害が出るのって結構なんていう、濃度を間違えた時とかは結構出やすいんだけど、うん、それ以外は涼しい夕方にやってあげて、ね、処置してあげるとそんなに薬害出てこないので、うん、心配しなくて大丈夫です。ただついカンカン照りの時にやっちゃったりすると出る場合が、うん、そう、あとね、一つ間違えないでほしいのが、薬剤っていうのはこんな感じで散布するものです、うん、でこれを間違って薬剤を下から吸わせる、散布するものを下から吸わせたりとか、それだけはしないでください、はい、本当に薬害で全部ダメになってしまいます、うん、自分の中でね結構これ多いなと思ったのが、ダニの薬とかよりも殺菌剤を散布するときに、前にねお客様に猫から吸わせてしまったっていうお話をいただいて、やっぱり薬害が一気に出てしまったりして、殺菌剤も濃度を間違えると本当にあっという間に白くなってしまうので、色素が抜けてね、本当に注意してください、うん、でいつも言ってるように薬剤は上から散布、それからちゃんと葉裏からも散布をしてあげるっていう風にしてあげてください。まんべんなくちゃんと散布してあげないと、だいたい虫が潜んでるのって株元、株下、この涼しいところに潜んでいます。だから薬剤散布するときは枯れ葉をしっかりきれいに取って、隙間にね、しっかり逃げ場をなくして散布してあげる。それから植物本体だけじゃなくて、散布してほしいのは鉢、こういうところ、鉢の周りとかトレイ、こういうとこもこうやって散布してあげると一気にね、より効果的かな、うん、そう、ダニゴンをね撲滅させることができます、はい、でも本当にダニにやられた時って、うん、あっという間になっちゃって、本当に今まで綺麗だったのがこんな見た目になっちゃったっていうぐらいになっちゃうので、うん、本当に気をつけてください。これからね、だんだん秋に向けてこう、真夏は活動がちょっと活発じゃなくなったとしても、秋に向けて一気に動き出したりするので、うん、もしね、まだ春、ダニのお薬とか撒いてなかったとしたら、秋に向けて涼しい時を狙ってね、散布してあげてください。はい、はい、そんな感じかな。ねえねえ、それからさ、うん、この間の桜吹雪、うん、こんな風になりました今。もう出た、早いね。そう、でね、これね、これすっごいさ、うん、土が花の、まあ、種まきの用土だから、うん、ふっかふかで軽かったんだよ、うん、で、腰水動画の後にすぐしたんだけど、うん、腰水して置いといたら、ふかふかすぎて軽すぎてポットがね、こんな感じで倒れちゃったの、うん、で、倒れちゃって今気づいたんだけど、倒れて種がこぼれて、この中にもほら、こういうところにも芽が出てるんだよ。こっちにも出てる。でしょ、うん、これかわいそうだから、ちょっとこうにほぐしてあげて、もう一回入れます。土の上にね、うん、土の上にこのまま落としてあげると思う、うん、結構丈夫だからね、出てきちゃうから、このまま落としとけばね。すごいよね、早い。エケベリアよりも全然早い気がする早くて強い、うん、ね。こんな感じでわさわさ出てきてくれます。で、これあっという間に大きくなるから、うん、このままね、少しモサモサになったら
大きい鉢にそのまま移してあげるとまたさらに大きくなってて繰り返してくれるので、そういう風にして涼しくなるまでね少し様子を見てあげてください。はい、はい、大丈夫そんな感じ。うん、はい、さ、うん、ちょっとコメント欄に質問があったんだけど、はい、いいかな。うん、ママさんとこのビニールハウスでは蜘蛛の巣で困ってませんか。我が家は季節柄蜘蛛の巣が払ってもはびこり嫌なんです。ああ、蜘蛛の巣か。うん、これ場所によるんだろう ね。このハウスはね、蜘蛛の巣はそんなにつかないかな。俺の事務所の方がすごいね、蜘蛛の巣はね。そう。あとね、結構ね、アロエとかにさ、向こうでもついたね、この隣のハウス。葉っぱと葉っぱのこういうところにね、そうついてたよね。うん、そうだよね、うん。このハウスはね、ダニがそんな、ダニじゃない、蜘蛛がいないかな。うん。でもさ、蜘蛛よけの殺虫剤とかもちょっと怖いよね、植物にどんな影響を与えるかね。そうだよね、うん、もうひたすら取るしかないのかな。うん、そうなんだよね。うん、ね、暑すぎて蜘蛛もいないかも、こんなか、うん、確かに蜘蛛が生活できないかもしれない、暑すぎてね。うん、うちの ね、あそこの事務所のところはね、やっぱ軒になってるから、日は避けられてるから、そうだよね。ね、そこで結構、うん、今日ちょうどね、蜘蛛よけの殺虫剤買ってきたんだよね。蜘蛛がすごいって言ってね。うん、ね、そういえばさ、あと大型エケベリア、うん、発送させていただいた子たちもこんな感じで、うん、花芽か花か苗なのかわからない状態でこんな感じで出ているのがあると思います、うん、で、そっちの後ろ側の見てもらうとわかるんだけど、花芽になった時ってこんな感じで、うん、頭がアスパラガスのずっと伸びてきてくれて、うん、花芽になってくれるんですが、これ見てみると、うん、これブルーエンカントレスなんだけど、うん、花芽じゃなさそう、うん、ね、そうだね。そういう時はこれをこのままカットして刺してあげるんだけど、うん、こんな感じでね、うん、で、やっぱりねカットするのもまだ今の時期じゃなくてもいいかなと思うんだけど、うん、カットするのは全然いいと思うんだけど、うん、そのカットした後のこの管理の仕方でやっぱり傷んでしまったり傷まなかったりっていうのがあるので、もし今の時期ねヒュイーンと伸びてて頭でっかちになってこうグラグラしちゃって危ないような状態だったらパチンって切っちゃって大丈夫です、はい、で切った後なんですが、そのまま本当はカットして植えたいとこなんだけど、もし屋外で管理するのであればカットそのまましないでそのまま管理してあげてください、はい、で8月お盆過ぎたぐらいになってカットしてまだ植え付けずに乾燥させておいてあげてください、はい、で乾燥して根っこがヒョロヒョロって出てくると思います。それから植え付けてあげるのでも大丈夫です、はい、で最近2代目がねこういうやり方をやってた。カンテの花芽とか大型のエケベリアの花芽って取っても花芽の花葉ざしって結構ねこの幹が硬いから出づらいこともあるんだよね、うん、で自分ではいつもねちょっと今日メスを忘れちゃったんだけど、メス忘れちゃったからカッターでいいか、カッターダメだこれ、うん、もう一個カッターがカッターだった。いつもね自分ではねこの葉っぱをこのまま花芽の茎から取ろうとするとなかなかうまく取れないので、いつもこんな感じで茎ごとこんな感じで取って、この状態で花じゃない葉っぱが新芽が出てくるのを待っていました。だけどね2代目はこうにしてた、面白いんで、これを葉ざしの葉っぱをこれまだついてる状態だとしたら半分だけ削いで、うん、半分くっつけた状態でこの状態で取ってこんな感じで管理してました、うん、でそのままこう花芽つけたままね、うん、出した状態でこうやって半分だけ取ってたらこっからひょこっと普通に簡単に出てたから、うん、あそういうやり方もあるんだと思って、うん、自分は全部こうやってこそいでね、うん、こんな感じで取ってあげてました。でこのまま普通に取るとね本当にうまく取れなくてこの葉っぱが もぎれちゃうんだよね途中でね、うん、だからそれを防ぐためにこういう風に細胞をしっかり取るためにこんな感じで取ってます、はい、で芽とか根っこが出てきたら植え付けてあげてるみたいな感じにしてたんだけど、2代目の場合は半分だけ削いで、でこのチューブラリンな状態で管理してあげて、葉
葉ざしの葉っぱがしっかり芽が出てきたら取って植え付けてあげるみたいです。前でもママさ、葉ざしするにさ、パカッてこう割るだけにしてさ、葉を取らずに葉ざしを出してるみたいな、そう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 、それと同じような感じだよね。それを花芽でこうついた状態でやってたから、あ、そういうアイデアもあるんだなと思って、やり方次第でね、どんどんできるからね、そんな感じかな。はい、はい、じゃもう一つだけね、はい、ちょっとあのコメント欄の質問であったんで、はい、昨日ハウルチア3種が届きました。ブラックオブツーサの根っこが折れてない状態です、はい、これからどのように育ったらいいですか。水やりはさらっとですか、はい、鉢底からたっぷりですか、土が乾いたら何日か経ってからですか。はい、いい、はい、ハウルチアの抜き根がないんだけど、根が、うん、あのちょうどブルーレンズでやっちゃいます、はい、根がついてるものなんだけど、じゃあ、うん、分かりやすいようにちょっと1個取っちゃうね、うん、こんな感じで、これはもう今ね抜いちゃったやつなので根がついてるんですが、うん、ハウルチアは、うん、ここの根っこがなくてもエケベリアと同じような状態で置いてあげれば根がしっかり出てきます、はい、で根は徐々に太くなって成長してってくれるんですが、うん、最初はねこんな感じでボコボコボコって根っこの子供みたいのが出てきます、うん、でやっぱりエケベリアと一緒でちょっと湿度を与えてあげることでどんどん根っこが出てくるので、うん、あの根が出るまではもう多分、ね、若干のこの根の元っていうのはついてると思います。ポコっていうやつがね、うん、ついてると思うので、それがついてる状態であればどんどん水やりしてちょっと加湿してあげるといいです、うん、ただ注意してほしいのは水やりした後直射日光に当てたり高温の場所に置いたりは絶対にしないでください。エケベリアと一緒でそこはやっぱ蒸れにもね、あまりの蒸れとか暑さ加湿には弱いので、しっかり風通しのいい場所で管理をしてあげてください。もう水をあげてねすぐこう管理肥料があって、それがお湯になっちゃってもね、あと煮立たせてるのと同じような感じになっちゃうからね。水やりじゃなくてお湯やりにな、サウナに入れてるようなことになっちゃうので、うん、そこだけは十分に注意してあげてください、はい、でミニリトちゃんとかもそうなんだけど、まあ、ハオルチアもねエケベリアと違ってやっぱり水を好む植物なので、成長期この適期にはしっかり水やりをしてあげてください、はい、で最初根が出てない状態での水やりはリトープス、エケベリアどれも一緒なんだけど、どの植物に対してもまだ根がないものに対しては鉢がね濡れる感覚的には4分の1、3分の1が濡れる程度で大丈夫です、はい、その程度の水やりをして表面から見て乾いたらまた水をやりをするっていう風に繰り返してあげてください。でいつも言ってるんだけど、鉢に対して3分の1、4分の1が濡れる程度の水やりっていうのは、この上から見た時の土の乾きっていうのはだいたい3分の1、4分の1が表面から乾いています、うん、だから余計に3分の1、4分の1って言ってます、うん、でこれたっぷり水やりをしてしまった時って、上から見て表面が乾いてても下残り3分の2、4分の3は乾いてないことがほとんどです、うん、表面だけ乾いてる時っていうのはね、うん、もちろん下だけ濡れてるってことが多いので、そうするとやっぱりずっと濡れてるような状態が続いてしまうので、上から見てね乾いてるなと思ったら、そしたら水やりをする。上から見て乾いてると思ったら3分の1、4分の1は乾いてるので、そうすると乾いてる時間と濡れてる時間のメリハリがしっかりついてくれます、うん、そうするとずっとやっぱり常に濡れてる状態とは違うので、若干でも乾いてる時間があるので、いつまでもねこう蒸れみたいな状態が続くわけじゃないので、しっかり健康的に根が出てくれます、はい、だからいつも3分の1、4分の1っていうんだよね、うん、表面こうから見てさ、わざわざこうほじるわけにいかないじゃん、うん、3分の1、まあまあそうやって試した時期もあったけどね。そうそうそう、でもう自分で大体試して3分の1、4分の1が乾いてるっていうのは、表面が乾いてる時は3分の1、4分の1が乾いてるっていうことなので、うん、今まで自分はそれをずっと試してました、うん、でいつもこうやって濡れてるかな乾いてるかなってちょっとほじって、こうやってさ昔はね、うん、本当に初めの頃はそうやって確認をしてました。でもその、ね、確認をしなくても3分の1、4分の1が乾く水やりを、濡れる程度の水やりだったら表面から見ても乾いてる時は3分の1、4分の1も乾いてるということなので、そういう風にしっかり発根するまではその水やりをしてあげてください、はい、でこうある程度押したりしても動かなくなればもうしっかり水やりや、ね、根っこが張ってる証拠なので、そしたら他の植物と同じように、他のハウルチアと同じように育ててあげてください。水やりの仕方を変えてあげてください、はい、ね、でなかなか水やりができない中でもやっぱりね、エケベリアとハオルチアを同じ感覚で水やりをしてしまうと、結構ハオルチアこれそうなんだけどしょっぽしょぼに今なってるんだよ、うんうん、だからできれば育て方の環境としては
ハオルチアのグループとエケベリアのグループで分けてあげた方が管理が楽だと思います、はい、で自分の中ではハオルチアはテーブルの下の段、うん、で明るい日陰でもちょっと暗めの若干明るい日陰よりも暗い日陰でも大丈夫です、はい、そんな環境であんまり水分が抜けきらないような状態で育ててあげてます、はい、そういう風にしてあげるとやっぱり水やりの頻度が、ね、大体同じくらいですので、あのやっぱりこう同じテーブルにハオルチアエケベリアって同じ風に育てていると水やりの感覚がやっぱりハオルチアは水がね結構好きなのでそこの部分だけこう水やりをしていくって大変だと思うんだよね、うん、だからハオルチアがエケベリアと同じ頻度で水やりをできる環境を自分では作っています。それが1階と2階で分けてるような感じ、日当たりの感じで分けて、でそこでハオルチアの水分の抜けの調整をしています。でもそれでもやっぱり水が足りなそうな時があるので、そういう時は1階のハオルチアだけさっと水やりをしてっていうふうにはしています、はい、ね、そんな感じかな。はい、はい、大丈夫。あの水吸ってくると、うん、芯の色、外葉もそうなんだけど全然変わってくるので、うん、青々してくるよね。そう、生きてるなっていう感じが分かってくる。ハオルチアはさ、まあ、あの時々さこうね、日が当たりすぎてピンクになったり茶色になったりするけど、そういうの好きな人もいるけど、基本は青をしてるのがすごくいい状態だからね、ハオルチアに関してはね。だからさ、ふいりなんかもさ、青をしてる方が深いよく見えるんだよね、綺麗に。くっきり見えるから、うん、プリンプリンに青くするにはやっぱりこうガンガンに当たる日の当たる場所じゃなくてちょっと陰った場所がいいと思います、うん、今日朝の散歩で神社行って分かったよね、うん、あの木陰の涼しさ、うん、すっごい涼しいんだよね、うん、あの木があるからそんなに日差しが届いてないんだけど、でもその神社の外に行けばすごい暑い真夏の気温なんだけど、うん、やっぱり木がこう生い茂ってて木陰になってるから、何度ぐらいあれ違う？まあ朝の時点だったらかなり違うよね。違うよね。5度ぐらいなんか差があるような気がするよね、うんうん、それぐらい涼しいから、あ、こんな環境に多肉を置いとけたら夏越し全然簡単だろうなってすごく思いました。風も通ってるしね、うん、だからそんな環境を木陰、公園の木陰とか、うん、神社の木陰とかそういうところをイメージしながら多肉を夏越しさせてあげると、うん、すごく簡単に越せると思います、はい、ね、ハオルチアもそんな環境大好きです、はいはい、そういう風にしてあげてください、はいはい、じゃあちょっとね、最後長くなっちゃったけど、はい、日が落ちてくるもん、ね、そんな感じで、はい、今日終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございます、大丈夫です。言い残したことはない？大丈夫かな、はい、いつも何かしらあるんだよね、うん、まあね、何かあったらまたご質問とかいただければ、はい、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、これも足蚊に食われた今、ね、今日小鳥線香つけてないの、ね、早く逃げなくちゃ、はいはい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。